はい、4月8日の熊沢でございます。今日ようやく引っ越し業者の方がね、約束してた日だったので来まして、本当に大きくてね、煩わしいものは全部業者の方にお願いしまして、早いね、引っ越しの業者の人っていうのはね、本当にテキパキと早いなと思って、やっぱプロってプロたらしめる能力というか技術とかっていうものを持ち合わせてますよね、やっぱりね。力点というかね。うん。その効率的な部分もそうなんでしょうけど。手早いですよね。うん。で、まあ、本当に白物家電、その冷蔵庫であったり、洗濯機であったり、レンジ台とかね。まあ、そういう大きいものから、段ボール詰めした洋服、衣類であるとか、僕のまあ精密機器とかであるとか、まあ、そういったものとかね、まあ、手早くパパパパパーってやってくれて、本当、すごいなと思って。まあ、全然異業種ではありますけど、プロだなと、思ったわけでございますけども。ということで、まあ、僕がね、この部屋、僕の制作部屋になるわけなんですけど、だいぶその部屋の反響がなくなりましたよね。物がありますので、はい。でね、まあ、今日何のお話しようかなと思って、これからちょっとデスク周り片付けないといけないんですけど、この部屋は一旦パスして、リビングであるとか、寝室とかであるとか、まあ、寝室兼、猫ちゃんたちの、プレイルームみたいな感じで作っていこうと、まあ、奥さんと話してるので、そっちをね、ちょっと優先的にやって、で、今日中には、ちょっとうちの飼い猫たちも、こっちに来させると。本当にその脱走するっていうのが、やっぱ引っ越しが一番よく聞く話なので、で、まあ、長い時間かけてね、連れてきたりするとかっていうのは、やっぱストレスになっちゃいますから、もう瞬間的にパパッと、やるというためにも、ちょっと一旦ね、そっちを今作り上げてる最中なんで、ここの部屋は一旦スルーなんですけど、明日も急遽、本当に急遽、さっき決まったんですけど、撮影の案件があって、レコーディング、現場にまた行ってね、密着するっていう、要はそのなんか先方さんの、YouTube チャンネルの、まあ、中の番組の、一つのね、番組の、その、密着ものとして、撮るので、データのバックアップとか、先日のね、ミュージックビデオのメイキングの時の、バックアップとかも、一時的に今、ラップトップ経由で、SSD に流し込んであるんだけど、ちょっとまだ編集にかからないから、もう一個バックアップ取っときたいんですよ。ちょっと怖いから。なんでちょっとマスター PC のね、この Mac Pro を早く接続してモニターをつけてとか、ちょっとやんなきゃいけないんだけど、っていう感じなんですよね。うん。で、まあ、ちょっと今日なんかお話したいなと思ったんですけど、実は、5日だか6日ぐらいから、動画は その Vlog 撮ってんだけど、全然編集っていうかそのエンコードまでできてない、投稿するところにまで至ってないんだから、撮るとこまでやって出せてないっていう状況なんで、今日もちょっと手短に終わらせて、明日に繋いでいこうかなと思います。熊沢でした。